地球儀の制作が始まったのは今から4年前。今回のその主題歌を作るにあたって、一番最初にその宮崎さんと顔合わせというか打ち合わせというか、そういうこうテーブル囲んでお話しさせてもらう機会があったんですけど、5冊分くらいのこんなもう精神的にも肉体的にも重たいあの絵コンテをいただいたんですけど、特にオーダーとかもなく、この映画から感じたことを、あなたが感じたことをそのまま曲にしてくださいっていう、そういう形だったんで、何度も何度も読み返して、自分がそれをどう感じるのかで、昨日はこう感じたけど明日どう感じるだろうかっていう、そういう時間が結構長くありましたね。最初の2年くらいはずっとそんな感じでしたね。一曲のために悩み続けたという2年間、苦悩が続く中、ヒントを見つけた瞬間が。地球儀は実際この映画に直接関係があるわけではないんですけど、崖の上のポニョを作ってるそのドキュメンタリー映像、作ってる最中のドキュメンタリー映像を見てた時に、宮崎さんが地球儀を持っていて、でその上からこう水彩絵の具で、ペンを走らせるっていう、ジブリの近所の光景をそこに描いてたんですよね。本当にこう地球を作り上げるような、世界を作り上げるようなその姿を見て、すごくここに宮崎さんの本質的な部分が詰まってるんじゃないかなっていう、勝手にですけどそういうふうに思った記憶があって、そのことを思い出しながら「地球儀を回すように」っていう歌詞が出てきて、飽き足らず描いてく地球儀を回すように、苦心の末に生まれた地球儀。米津さんが鮮明に覚えているのは、地球儀を初めて宮崎監督に届けた日のこと。宮崎さんはその CD でしかその音楽を聴く環境がないということで、実際にその CD をこう手で持って、渡しに行く、で聴いてもらう、一緒に聴くっていう、そういう時間があって、これはもう本当に死刑台に登るような気持ちというかねもうできるなら今すぐ逃げ出したいみたいなね、そういう気持ちになったのを覚えていて、歌詞が書かれた紙を持ちながら聞いてくれてはいたんですけど、なんかねその涙を流してくれてね、彼がね、その光景、その顔は多分一生忘れることないんだろうなっていうふうには思います。なんかその事実をずっとこれから先もう宝物のように抱えながら、これから生きていくんだろうなとは思っています。悲しくて